あ、OK ですね。はい。すいません。遅刻しました。それでは、本日の今週のスペース始めます。はい。はい、まずはね、すいません。記者会見。ジャニーズの記者会見やります。すごかったですね。4時間もあると思いませんでした。やったねあの、井ノ原さんは、すごくいいと言ってましたね。うん、命はまともなんだけど、はい、あのみんな知らないんだけど、その東くんのポンコ、東くんがポンコ、実はポンコツだったっていうことを実は知らないやつが多くて、はい、うん、こういう結果になったんだね。井ノ原さん すごいなって思いますね。命はやっぱり経営センスあるわ。あとはあの副社長だから、はい、責任がないのがでかいんだよね。そうですね。でも、うん、なんか井ノ原さんも痩せたよねみたいな声もありましたね。いやそれは痩せるでしょう。だってこれからジャニーズの子供たちのことの面倒を見ていかなくちゃいけないんだから、それは辛労でとんでもないことになりますよ。そうですね。でもやっぱり子供たちのことも語ってましたし、うん、まあ、すごく自分の中では好印象でした。そう、命に関しては好印象だけど、ちょっとね、東くん俺は好きなんだけどポンコツだなっていうのが、もう本当にね、東くんってね、チャラ男なのよ。あー、チャラ男、その舞台に関しては、自分の舞台に関してはすごい厳しい人なんだけど、はい、自分の要はあの出てる作品に対してはね、すごい厳しい人なんだけど、はい、プライベートの東君ってとにかくポンコツ。へえ、うん、もう天然だし。松岡君の方がしっかりしてるんですか。してる。ああ、うん、いや松岡はあの人見知りなだけで、松岡も意外とポンコツだよ。はい、あ、そうなんです。松岡も人見知りだ、人見知りだから、ちょっととんがってるイメージがあるけど、松岡も意外とポンコツだよ。はい、あ、そうなんです、ね。うん。ポンコツじゃなかったらキャバクラ行かないだろう。あ、確かに。キャオはないだろう。うん。そういうこと。さん良かったっすね。やっぱ V6 メンバー割と、いや森田剛以外はまともだよ。まともなやつ多いよ。ポンコツもいい、ね、ポンコツは多いよ。でも三宅もポンコツだし、森田剛なんかもっとポンコツだから。あれ、その坂本くんとか、うん、あそこはまともなの。うーん、どうかな。岡田くんもプライベートは意外、プライベートなことに関して言うと意外とポンコツだよ。そうなんですね。うん、意外とポンコツメンバーが多い。で、ただね、あ、まあ、ポンコツはポンコツなりに子供たちのやっぱり盾になろうとしてるやっぱり東くんがいたんで、はい、まあ俺はほら過去のね、赤西のいじめを叩いてきた人間だから、はい、東くんもまあいじめ、パワハラに関しては褒められたもんじゃないけれども。はいはい、とりあえずは東君は多少は応援していく。あ、うん、ただあのジュリーはそのジュリーに関してはそのジャニーが死んだとお前何やってたのって話だから、ジュリーに対しては叩くスタンスだけど、はい、東君に対しては、まあ、パワハラをちゃんと反省するようであれば、はい、うん、応援はしていくっていうスタンスで俺は行きます。はい、明確に。 あといいですか。はい、これジャニーズさんは関係ないんですけど、うん、なんかなにわ男子の子がなんか三上アと取られて、うん、なんでこのタイミングで取られるんだろうって思ったんですよね。いや、三上があれじゃないの、飽きたんじゃないの。いや、なんかなにわ男子のもともと千賀くんと付き合ってて、なにわ男子の子と付き合ってる子が千賀くんにバレて、うん、で三上が謝って、うん、長尾くんも付き合いませんってなってで、うん、でも
実は付き合ってたっていうのが週刊誌でバレたみたいな。まあこれは三上が二股かけてたってことだね。これ本当に二股かけたんですよね。かけたんです。かけてたと思うよ。まあただジャニーズの子も基本女特化引っかいだから、はい、そこまで執着してはいないと思う。いやそうなんですよ。だから、うん、これ使ったと同じパターンかなって思ったんですよ。同じパターンだね。ですよね。うん、だって、あれだって、多分当時、松陣井上真央と付き合ってたと、付き合ってたんですよね、多分。付き合ってたよ。で、うん、ああいうことがあって、うん、だから、それと似てるなって思ったんですよね、やっぱり。まあね、松陣はポンコツだからね、これはしょうがない。で、うん。こういう考えてみたら、マスカットのメンバー全員ジャニーズを取られてますね。まあね。俺は言えないけどな。だって、一番最初に取られたのはアスカキララじゃないですか、妹を取られて。うん。あれも多分、誰かが売ったんでしょうね、あれも。そうだよ。でも自分の予想としては、うん、アスカキララの取り巻きがわざと写真撮らせて、うん、週刊誌に売ったんじゃないかっていうのは見てるんですか。そうそうそう、まあ、あのマスカッツの子からすればジャニーズはあのホストより安上がりだからそういうこと。まあ単純にあの寝取られるジャニーズが悪いっていうことですね。ね、はい、それこそ森田剛もセクシー女優と付き合ってましたよね、うん、確か、うん、いや森田剛の女癖の悪さ言わせたらやばいよ。あ、やろう。じゃあ森田剛やるか。リクエストがあればやります。森田剛のあの六本木の悪行三昧はやります。リクエストがあれば。上田彩とも付き合ってたんですよね。本当に付き合ってたのかな。やっただけだと思うよ。あ、そうですか。うん、だって森田剛はものすごく女癖悪かったもん、その当時は。あ、もう六本木でだって一人一軒ずつ彼女がいたからね。すごいですね。うん、もうキャバ王と俺は名付けてたからね。そのぐらいあの一人、要は 1.1 人彼女がいたような状況だったから、あの、ね、うん、森田剛はすごくモテた。 V6 なんか中だったら岡田くんと森田くんが人気だったんですか。岡田くんはそこまで人気ない。森田剛が圧倒的に人気あった。あ、そうなの。うん。まあね。女癖の悪さは森田剛が一番。うん。まあ、あと続いて東くん。そう。野村芳雄さんはなんかセクシー女優の方となんか結婚しましたよ。うん。まあ、よっちゃんはね、愛されキャラだからいいの。いや、でもすごいですよ、やっぱ。最初じゃないですか、野村芳雄さんがそのジャニーズ辞めて、うん、あのギタリスト活躍したのって、あれすごいことだと思いますよ、ああいうのバックついて。うん。まあ、よっちゃんはね、あの実力もそうだし、人当たりがいいから。あ、マッチとは違うから、威張ってないから大丈夫。うん。その辺だね。だからその、やっぱりジャニーズってなんかセクシー女優と取られる方多いっすよね。まあセクシー女優の方から近づくからね。そうなんですね。そうなんです。あの安上がりのホストみたいな感じだよね。だって子供の頃その、はい、好きだった子が付き合えるんだよ、お金で。要はお金を見つけば。そうですよね。うん、ジャニーズはあのお給料安いから、特にあのお金持ってる女優、あの女の子優先だから。そうですよね。うん、ジャニーズタレントは。だから、あれですもんね、アスカキララも金持ってるし、青い司は金持ってるかどうかわからない。持ってるよ。持ってないわけないじゃない。あ、そうよ。あれだけのギャラを取ってるわけだから。で、三上君はだってギャラめちゃくちゃ金、貯金めちゃくちゃあるから。そうだよ。ホストで使うより安上がりだろ。そうですね。うん。当たり前じゃないか。あ、でもなんかやっぱり三上はもうなんか自分の家にお母さんいるらしいですからね、なんかやっぱり。
まあね、ジャニーズっつってもね、全員、だけど、まあ、チャラ男軍団だから、誰と付き合おうが俺は自由だと思うし、そのセクシー女優と付き合うからって色物で見るのは俺は良くないと思うよ。そうですね。うん。そのなにわ男子の売り方がまずいと思うんですよ。これが、6人時代のカトゥーンみたいな売り方だったら、うん、ファンもそんなもん言わないと思うんですけどね。そんなもんあれじゃない。ジュリーのバター犬じゃない。と言われても。なんで、うん、ああいう感じ、大切だと思うんですよ。そのやから感というか。そのやっぱりね、ジュリーがね、なにわ男子にちょっと肩入れして、はい、そのスタッフが忖度したっていうのが一番ムカつくとこなんだよね。そうですね。うん。まあ、なんかもう、ジュリーが全て悪いの、ゴテゴテだし。あ、やっぱりその、ジャニーズといえど、うん、男受けはある程度必要だと思うんですよ。まあね、でもほら、結局、ジュリーの顔色をうかがってしまうから。あ、うん、まあ、それが独裁性、まあ、まあね、独裁者、ジュリーによ、どうしても忖度してしまうっていうのは会社である以上は仕方のない部分ではあったのかなと思うので、俺はジュリーは叩きますということ。うん、引き続きね、ジャニーズではジュリーさん叩いて、うん、2B は全体を叩くって感じですか？もちろんです。 2B はそれ以上に叩きます。当たり前です。あ、でもやっぱりまあそうですよね。うん、でも今回の会見で印象的だったのが、うん、これまでウィンズだったりとか、うん、4人ダパンプだであったりとかがなんかジャニーズから圧力をかけて、あの音楽番組出れなかった時期あったじゃないですか。うん、圧力はあった。だって俺は M ステのプロデューサーとジャニーさんが一緒にハワイ旅行行ってるの知ってるからね。ああ、うん、知ってるからね。それ圧力あるだろうって。で、うん、フェイシャマさんが今回こういうのありましたから、うん、圧力かけませんよねって言ったらかけませんって言ったんだよ。あ、それはいいなって思って。ただ使うか使わないかは、はい、本人次第だし、現に圧力どうのこうのって言っても今のウィンズだってダパンプだってそれほど売れてるわけじゃないからね。ね、うん、まあ、俺は平さん仲いいからあんまり平さんの悪口は言いたくないけど、ウィンズは、うん、昔 MV 見たんですけど、うん、これ売れるだろうって普通思ったんですけどね。やっぱりファン層が被るからね。被ってたからね。いやでもウィンズの方がクオリティ高かったっすよ。あとね、平さんが当時、脱税でパクられてて、そのビジョンファクトリーの、ビジョンファクトリーライジングのタレントを使いづらかったっていうのも、はい、時期が重なるからね。ああ、そうなんだ。うん。まあ、ただね、その、やっぱり、ジャニーズは強いよ。やっぱり子供の頃から、ジュニアの頃からみんな応援してるから。まあ、うん。そうですね。うん。ただ、なにわ男子に関して言えば、これからテレビ局がね、どこまで、もう力がなくなっていく以上、どこまで売れるのかなっていうのが正直なとこだね。これ絶対言えるのは、うん、6人時代のカトゥーンみたいに売れんと思いますよ。うん。あとは、それ、はい。あとはね、その、誰だっけ、ほら、この間、2B に行っちゃった子。誰だっけ、ジャニーズから平野紫耀くんだ。平野紫耀くんのグループのキンプリか、はい、うん、だからキンプリの再結成もこれからは楽しみになってくると思うから、ジャニーズファンは期待してくださいって。俺はキンプリの再結成あるよっつってたじゃん。すぐはないけど、まあ、男組も再結成。そう、その結局ジュリーの方針としては、はい、お金が儲かるんだったらやめちゃれとの組んでもありだよっていうスタンスだったの、今までは、はい、今までもね、お金が、うん、お金が儲かればいいんだから、あの人はお金が大好きな人間だから、はい、だから平野紫耀くんファンっていうか、キンプリファンは
絶対に諦めないでください。声を上げ続けてください。絶対に再結成はありえます。でも絶対にもう無理なのが、うん、6人時代の方はもう絶対無理ですからね。あれは無理だ。無理です。 あれは メンバーの仲悪すぎだよ。あだって赤西もポンコツだし、赤西はドキ、まあ、ジャイアンだし、はい、うん、亀梨と上田は自分の趣味が大事だ、自分が可愛いだし、うん、ね、田中とだから田口はだってポンチューだし無理だろ。カトゥーンは無理だよ。ニュース無理ですか。ニュースも無理だね。いやそのニュースめちゃくちゃ人数多かったじゃないですか最初、うん、だからそのでもニュースでやれんのとヤマピーだけじゃない。知名度あるのはニュースの再結成も難しいと思う。ヤマピーとあと誰みたいな感じじゃない。錦戸。あ、そっか、錦戸手越がいたか。錦戸くんとヤマピーもう仲悪いんですよね、携帯事件のせい。無理だね、これはない。いや、ヤマピーと赤西と、うん、ヤマピーが、うん、もう赤西と錦戸のこともう絡みたくないって、うん、言ってるらしいんで。いや、でもここはワンチャンあるかもしれないな。やっぱりヤマピーの意向が強いから、ヤマピーの意向が強いと思う。あ、でも錦戸君も最終的にニュースが出して、当時錦戸君ニュースと関ジャニ2つ兼務してたんですよね、うん、でニュースやめて関ジャニの方に行っちゃったんで、うん、錦戸なしのニュース、うん、だろうね。手越君とか、うん、そう。あとスマップの再結成はないから。あ、絶対ないから。もう情報入ってるけど、もう木村とは仕事したくないってなってるからね、例の3人が、うん、例の3人が。あ、そうなんだ。中居君はどうなんですか。中居君病人じゃん。あとは自分の体と相談だから。とにかく V6 あります。 V6 はあると思うけど、あ、ないかな。三宅が今あっち行っちゃったから。あと森田剛君も。森田剛はだって戻ってくる可能性はある。ああ、うん、なんか V6 でと神戦とか富戦とかなんかあったじゃないですか。うん、なんか V6 も命が声かければありえなくはないんだけど、うん、まあ SMAP の再結成よりは可能性がある。スマップの再結成はもうないと思う。スマップと6人時代の方ですよ、ね、そう。特にもう木村拓哉がね、あそこまで嫌われちゃったらね、かばいようがないじゃない。まあ、うん。デカトゥーンの方は。もう木村拓哉の悪口言いたいんだから、ちょっと言わせてよ。いいですよ。今日はもう隣の中学だから、あれだけど、なんかいつもよりリスナーさん多いけど、ブロカスに言うから俺は悪いけど、今日は木村君のことに関してはもうあそこまで自分が可愛いやつだと思わなかったよ。もう幻滅したよ。だからその中居君をかばわなかったっつって、まあその時もぶち切れてたんだけど、はい、うん、今回やっぱり子供たちを、ね、やっぱり守るっていう姿勢を見せれば、俺はちょっと態度を変えたんだけど、ね、一段落して最終的に整理がついたらやめますって言ってるわけじゃないジャニーズは。はい、その視点に関しては俺はブチ切れてるからね。もう、うん、同級生で隣の中学だからあんまり言いたくはなかったけど、今回は木村拓哉は叩くから、これから。ああ、うん、井ノ原くんはもう守る姿勢で。そう、結局まあ今までのことはあったにせよ、はい、子供た今いる頑張ってる子供たちを守るっていう姿勢を見せてる子に関しては私は応援します。ただもう井ノ原にしろ東君にしろ、はい、ただ守らない子、もう特にもう俺1抜けたって言ってるやつ、
そんなに自分が可愛いのかよってなっちゃうじゃない。木村なんか今までいくらもらってたんだって話じゃん。お前金持ってんじゃないかって。これ以上稼いでどうすんのよって。もう子供もデビューして、そんなにお金かかるわけじゃないんだからさ、もうちょっと子供の面倒きちっと見ろよって話じゃない。あれ奥さんの言うこと言いなれじゃないですか。まあ静かもね、ちょっと変だけど、でも最終的に決めるのは本人だからね。あ、そうですね。うん。まあ静かの、まあ記事になってるだけだから、まだ静かの本当の意向っていうのは俺、ちょっと人づてに聞いてみるけど、はい。って感じかな。あ、その、いやでも、今回その、ジャニオタ、さらしたら、その当事者の会もなんかうさんくすんじゃねえかみたいな。だから、言ったじゃない。カウアン君が3000万もらって、先にもらって示談しちゃってるわけで、もう俺のところにそういう情報が入ってきてるわけ。はい。借金全部ジャニーズが払うからっていうことで、だからカウアン君、今、ジャニーズの悪口一切言ってないでしょ。はい。うん、っていうのは示談してるからだ。まあ話ついてるから。はい。ただ、カウアン君だけがもらったら、今までやられちゃった子たちは、俺も俺もってなるわけじゃない。なりますね。うん、ね、確かに東君の言う通り才能はなかったかもしれない。でもやっぱりみんな金が欲しいわけだよ。うん、人間の心理的そうですね。うん、だからこれはもうジュリーさんが600億円のジャニーさんの遺産を相続してるわけだから、はい、払ってもらうしかないんじゃない。600億あるわけだから。そうですね、金めちゃくちゃ持ってますから、ね、そういうこと。600億もあるんだから。だから言いたくもかゆくもないってこと。そういうことよ。だからそのなんて言ったらいいんかな、痛くもかゆくもないよ。でも結局のところぶっちゃけでもまああの会見あった後に、うん、広告がほとんど全部すごかったですね、あの消し飛び方。いや、電通も汚ねえよな、電通も。いや、それファン言ってますね、なんか。うん、いや、こういう逃げ方するんだったら、俺、逆に偏屈だから、応援したくなっちゃうんだよね。そうでしょ、だって電通、お前ら、何言って、うん、今までさ、ジャニーズファンにさ、応援してもらってさ、商品買ってもらってたのにさ、お前らそういうことやんのって話じゃない。そんなこと言ったらテレビ局が一番叩かれなくちゃいけない問題じゃない。そうです、ね、うん。テレビ局、お前らどの面下げてワイドショーでやってんのって話じゃない。うん。だって結局、テレビ局の局長クラス、辞めた局長クラスが謝罪してないわけだから、はい、うん、ジャニーズに忖度してきた今までの局長クラス、今の現場じゃないよ、局長クラスが謝ってないわけだから、はい、うん、やっぱりテレビ局はこれ一番ダメだよ。メンタリストのダイブさんも挙げてたんですけど、うん、なんて言ったかな、なんか2番目に悪いのは、うん、間違いなくテレビですよみたいなこと言ってたんですよ。2番目で悪いのはテレビだよ。テレビだよ。雑誌はある程度やってたからね。テレビが悪くて、うん、で、そのジャニーさんが存命したとき、うん、あるいは権力を持ってたときに、うん、なんか、お金とかいろんなことをしてもらったやつがテレビの中にいるから、まずそれと叩きましょうみたいなことは言ってました、ね、うん、叩きましょうって言ってるけど、実際に現場クラスで誰を叩くのって話になるじゃない。プロデューサー以上の連中が忖度してたから、今回は局長クラスはずっと忖度してて、忖度が伝統みたいな形になってたから、局長クラスを叩かなきゃダメで、
うん、編成局、局長クラスを。いやそう、まあね、一番先に叩かなくちゃいけないのは、いつも言ってる通り NHK のエンタメ本部長の加藤なんだけどね。うん、そういうこと。ジャニーズ忖度王の加藤はやっぱり叩かなきゃダメだよ。あのクソ野郎は本当に。これ質問とかって結構受けていいんですかね、他にも。あ、いいですよ、全然いつでも。あ、コメント、今日はそう、質問欄あるんで。キムタクダサかったねってアフミヤッチ、そう、キムタクかっこ悪かったな、あの、やめるわちょっとな、俺やめます、1抜けますってかっこ悪いよな、最悪だよあれで、男下げたよ、井ノ原くんが逆に男下げました。うん、そう、あと、いや、いや、いや、なんか井ノ原くんもなんかジャニーさんに冷遇されてたみたいな記事とか見たんで。そうだね、まあ東、どっちかって言ったらメリー派だからね、あの V6 は。そうなんですね。やっぱり V6、どうしてもね、デビューしちゃうとメリー派に転向するやつが多いの。でメリー派の方が力あったから、デビューするまではジャニー派だけど、ジャニーさんの決定権だけど、もうデビューした瞬間にメリーさんが管理するから、お給料から何から。そう、やっぱりその井ノ原さんも言ってた、井ノ原君も言ってたんですけど、うん、なんかやっぱ恐怖心はあったらしいですよ、メリーさんに対しても、ジャニーさんに対しても。あるよ、それは。怖いもん。俺はメリーさんと直に飯食う、焼き鳥屋で飯食ってるけど、怖いよ。あ、すごいですね、それ。だから、ガンちゃんって何回か俺、飯食ってんだよ。で、メリーさん、近くで見てんだよ。一緒の席ではないよ、それは。はい、うん。はい、そうでしょ、東君と深京と3人で飯食ってたら、メリーさんスーッと入ってくるんだから。うわ、怖いよ、深京なんか黙っちゃうもん。やべやべやべ、メリーさん来たみたいな感じで急に着すんだから、あいつ。ああ、でもやっぱり、うん、その死んでからやっぱり みんな声上げたじゃないですか。うん、なんで依存目の時に声を上げなかったんだっていう声もあるんですよ。それは上げられないよ、怖かったから。それは仕方ない。ただその辞めてから2年経ってるわけじゃない、あ、いや、亡くなってから。その2年間の間に何やってんのって話だから、俺が怒ってるの。誰に対してですか？ジュリー。あー、うん、ね、結局マッチを追い出してからなんかおかしくなってるよな、ジャニーズはってなってたじゃない。結局、うん、これは、もしも、うん、マッチが、うん、ジャニーズに、今もしずっと残ってるとしたら、うん、マッチ社長になってる。なってないと思う。なるわけないじゃん。うん。それは追い出されるっていうことは、追い出されるだけの理由があるからですよ。マッチがなるわけないじゃない。マッチはもうジャニーズ一のクソ野郎ですよ。決まってんじゃない。あ、質問来てます。はい。これ比嘉愛未って思うんですか？比嘉愛未とは友達なんですか？あの比嘉愛未の元マネージャーと親友です。はい。ね、そう、この比嘉愛未の元マネージャーが谷村奈々の元マネージャーなんです。そういうこと、うん、はいはい。谷村ダダオはね、じいさんの配信で結構出てきましたよね。はい、はい、そういうことです。当時の専務の息子、当時専務 の平さんの金庫番って言われてた人の息子なんだよ、この比嘉愛未の元マネージャーって。名前は言わないけど、うん、はい、で誰だっけな、なんだっけ、ほら、アキナちゃんって言ったじゃん。
フォルダ5。うん。フォルダ5のアキナの家庭教師。元。うん、だからこいつがライジングの後取りになると。うん。あと、何ですか、AKB48 の枕営業事情。お、やろっか。うん。カオアン君、ちょっと裏取ってから喋ろうよって話だな、これ。もう結論言っちゃうけど。長いな、ちょっと長くなっちゃってるけどね。結構、はい。もう少し裏取ってから話しようよって話だね。あの AK、あの現在正社員、テレビ局の正社員は枕営業やるやつほとんどいないから、ホモはあるかもしれないけど、女性に関してはかなり正社員の方もガードが固くなってるからね。うん、うん、バレたらクビだもん。テレビ局入るまでにどれだけみんな努力して競争を勝ち抜いてきて、テレビ局入ってると皆さん思いですかって。うん、あの枕営業一発で首が吹っ飛ぶんだよ。そんなアホなことはしない。あのスメラギさんの時代だったらあった。これはあの俺もスメラギ元 MC のプロデューサーからは話聞いてるけど、あのただ正社員に関して言えばないっていうのが、ほぼほぼないっていうのが現状。あの編集、あの雑誌の編集も一緒。あの枕営業をやるのはドラマの制作会社のプロデューサー。うん、あの分かりやすく言えばね、 TBS のあの那須田さんとか浜田さんみたいなあの恋ドラのプロデューサークラスは枕営業一切受け付けないから。うん、うん、あのクラスは絶対にやらないから。うん、多分ここかで枕営業のやつあるじゃないですか。うん、あれほぼデマなんですか。俺はね、だからパパ活と勘違いしてんだと思うよ。ですよね。うん。絶対これパパ活と勘違いしてるから。パパ活だったらあるから。お金が、お金、お給料安いから、パパ活だったらあるんだけど、はい、その、年収3000万以上もらってるドラマのプロデューサークラスが、はい、枕営業で、わざわざアイドルを、嫁にする必要がないわけ、はい、そんなポジションをあの冒険してまで芸能人の卵食いません。やるんだったら社長連中とか、いや、やるんだったらドラマのプロ制作会社のプロデューサークラス、はい、うん、この辺だったら可能性はある。そう、あの分かりやすく言えば、俺がロケハイやってたファインという会社があったわけで、当然俺の先輩ロケーションプロデューサーだから、あのロケーションプロデューサーのとこにはこんな話は来ません。うん、ただあのセカンドのプロデューサークラスのところには話は来てる、はいはい、うん、ただそれでよくネタにされてたけどね、枕営業したらお前枕やったろみたいな感じでずっといじられるから、やっぱりそれきついですよね。きついよ、やっぱりネタにされるのが嫌だから。やっぱり躊躇はする人間は多いけど、その制作会社のプロデューサークラスっていうのは監督崩れが多いわけ。はいはい、うん、監督崩れは可能性はある。うん、だからか、だからカウアン君はもうちょっと調べてから行った方がいい、はい、女の芸能人がミニスカ生パンの人が多い理由は分かりますかって。これ単に媚び売ってる人、まあやっぱり足がやっぱりほら見せ場な人が多いからね。パンスト履いちゃうとやっぱりライトの感じがあるから、うん、映りが悪くなるから。ただ今加工アプリ入れてるからね、テレビ局も。うん。うん。あ、その、カウアン君が、うん、カウアンが言ってた、うん、その AKB の枕営業ってのは、うん、その自分が聞いた感じ、うん、まあ、徹底じゃないんかなって思うんですよ。うん、まあ、でもドラマ。
ドラマのプロデューサークラスはないよ。まあ、うん、これはパパ活だよ、パパ活。もう散々今までやったじゃない。アテンダーがいるって。アテンダーがいるって。某有名アイドルの元マネージャーとか。そうそう、そういうこと。とか、うん、あと、誰かさんが叩く予定でやった元グラビアアイドルのやつとか、うん、そういうことやつが、うん、そう、元グラビアアイドルとか元芸能人と言われてる人間がスポンサーに紹介して暮らしてるやつが多いから、アテンダーをやってる人間が多いから。そうですね、うん、で買収発生しまくってるってことです。そういうこと。でも、うん、あれでもその元グラビアアイドルのやつも、うん、割とネットで見たら結構有名な話らしいです、ね、有名ですよ。そうそうそう、これ悪さするのは元芸能人だから、そういうこと。いや、うん、いや、そのやってた時期が、うん、その時は、うん、そいつも、うん、テレビとかには出てたけど、うん、まあまあみたいな。そうそうそう、なまあね、で、うん、どっかのでそいつがやってたパーティーのタレントが次の日逮捕されて、そう、あれ完全に関わってるだろうって思ってたんですけどね。うん、関わってると思う。いや、でも、で、それ、そう、いや、でもやっぱり、やってたんですかね、やっぱり。俺はやってたと思うよ、それはやってたと思うよ。やっぱりですよ。まあね。で、その、で、でもなんか、それが出たときに、うん、名前、かごちゃんもなんか、ハワイかどっかに飛んでたみたいな。まあ、カホちゃんに関してはね、やってる雰囲気はなかったよ。あ、そうですか。うん。ただ極度の天然であることは間違いない。あ、うん。もうやっぱりね、子供の頃から揚げ膳据え膳で育ってきてるから、うん、やっぱりね、まあちょっと。こういう言い方は悪いけど、アホが多い。警戒心が弱すぎる。そうですね。うん、まあ、そんな感じかな。とりあえず、まあ、今日は40分やったんで、まとめに入りますけれども、カウアン君、もう少し、性接待で暴露をするんだったら、もう少し裏取りをきちっとやってからやりましょうっていう話で。そう、暴露の世界はディープだからね、裏取りしないでやったらもうすぐめくられちゃうよっていう話よ。でもそんな、やっぱり、ちょっと待ってください。まあね、ん？何？マッチと中森明菜のあの事件はひどかったね。ああね、俺はアキナの、アキナさんはもう絶対裏切れないポジションにいるから、マッチは永久に叩き続けなくちゃいけないからね。これはしがらみがあるから仕方ない。マッチ、だから言ったじゃない、マッチはクソ野郎だって。うん。でも、だからタイプ的にはキムタクと似てんのよ。キムタクの尊敬、一番尊敬してるやつがマッチだから。ああ、でも、うん、そう考えると、うん、キムタクとジン君似てるのか。どうだろうな。でもキムタクは結局後輩の面倒見ないから、あ、うん、とにかくマッチが好き好き好きっていう人間だから、割とファッションも似てるじゃない。うーん、ファッションもやっぱりマッチ意識してたじゃない。あ、そうなんですね、うん、やっぱりね、マッチがとにかく好きだから、やっぱりこういうクズ野郎にはなるよね。しょうがない、もう男は下げて、マッチは。うん、中居君とか結構後輩の面倒見たいしね。するする。まあ、慎吾ちゃんとかを、スマップは面倒見ないやつ多いんだけど、
でも木村君はちょっとね、本当に男を下げた。まあそのくらいにしときます。じゃあ今日、まあ今日はじゃあ最後すいません。はい、最後です。はい、早瀬はるかは過去に誰と付き合ってました？え、大沢たかおはちょっとフェイクっぽかったけどね。あ、うん、付き合ってたんですか？どうだろうだ、綾瀬はるかも天然だから周りが勘違いさせちゃうパターンが多いから。なんか一時期ワンオクの太郎と付き合ってたんじゃねえかみたいな。とにかくね、警戒心が薄いのよ、綾瀬はるかの場合は。うん、だからすぐ、要はだって綾瀬はるかぐらいになれば一緒に飯食いに行っただけで付き合ってるとか噂されちゃうからね。ああ、そう。うん、芸能人の皆さんって警戒心薄い人多いんですか？多い、警戒心とか多いんですか？いや、綾瀬はるかに関して薄い人が多い。やっぱりね、その苦労しないで売れてる人は警戒心が薄い人が多い。じゃあ逆に苦労して売れた人は高いよ。メギツネと言うんでもいいよ。それはメギツネですよ。それはそれでまたほらキツネになるわけだから。どういうことですか？いや、メギツネで。だから男の食い物にして自分がのし上がっていくタイプだよ。ああ。うん。どっちも。どっちもどっちですよ。そういうこと。うん。じゃあ真ん中を取って普通ぐらいがいいんですね。ただね、苦労して上がってきた人っていうのは脇役が多いから、あとそこまで騒がれないっていうのもあるね。うん。脇役タイプが多いから。主演クラスっていうのはやっぱり、子供の頃から跳ねる人多いから。うん。吉田洋ぐらいじゃないの？今で言うと苦労して跳ねた人間って。あとは大体主演やってる、今主演やってる人間って若い頃から跳ねてるでしょ。そうですね、クリスチャン君とか。うん。吉高由里子とかもそうだし、変な話、誰だっけ、ドクター X やって米倉涼子。米倉涼子なんかもう、若い頃から跳ねてるわけでしょ？ 23 歳から売れてるわけじゃない。黒川の鉄帳やってた頃って、そんぐらいの。あー、思い出すー。あそこのビザのロケ俺がやったんだよ。あ、そうなんです。そうなんです。あそこでビザ使って、のロケーションは俺がやったの。うん。ロケ班は。黒川の鉄帳って大体何年ぐらいですか？ 2000 年代2000あれ5年か 6年か7年かどの辺くらいじゃないかな。ああ、うん、大体割と小学生。うん、まあじゃあそんな感じでね、とりあえずジャニーズは子供を守る子は応援しますけど、守らないってやつは叩きますということと、カウアン君はもう少し暴露の勉強っていうか裏取りをきちっとしてから発表しましょうねって、エンターテインメントとしてっていう結論です。それでは、とりあえず来週はやりますけど、再来週はすいません、お休みになりますんで、はい、はい、天下地元会がありますんでお休みにします。それでは、本日もたくさんの方来てくれてどうもありがとうございます。まああと YouTube でアップするんで、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。それでは、本日のスペースラジオ終了とします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。失礼します。